どうも、うずです。今日ちょっとニット帽とか帽子なしでいこうと思うんですけれども、ちょっとね、部屋の中が暑くて、今日のお話はプロセッサのお話です。というのも、最近ネットニュースとかで出ているあの新型の iPhone、 iPhone8 と iPhone8 プラス、さらに iPhone10 に搭載される A11 バイオニックっていうチップが、すごく性能がいいということをサイトで書かれてまして、それに関してちょっとお話したいと思うんですね。で、その新型の A11 バイオニックプロセッサの方なんですけれども、前回の A10、 A10 のフュージョンっていう iPhone7、 7 Plus で搭載してたチップに比べて、2つの性能コアと呼ばれるものがまず 25%、 4つの効率コアと呼ばれるものが 75% の、高速化されたのかなという話なんですけれども、でパフォーマンスが必要な時には最大6コアを同時に駆動することができる、まあ、こう言ってもちょっと分かりにくいですよね。で、それを分かりやすくするために、こういう CPU とか GPU っていうものに関してはベンチスコアっていう数値、その性能を数値化して測れるアプリケーション、アプリがあるんです。で、それで計測した数値というのがもうネットで出ていまして、その数値が MacBook Pro 2017年版の Core i5 モデルを上回ってしまうという性能になってました。その数値上で言うと。で、そのスコアの計測の方法も、そのシングルスコアというのとマルチスコアというので分けられて計測されてるんですが、それ両方とも素晴らしい性能だったという評価です。で、そのハードウェア的な何かちょっと要因があるんかもしれないんですが、その計測時には iPhone8、8 Plus、iPhone10 で多少数値はばらけたようなんですが、ほぼ同じような近い数値になっているみたいです。で、その数値を見た上で A11 バイオニックっていうチップに関しては、これだけのものを搭載したんだから、価格が高い高い言われてる iPhone も納得のお値段じゃないんでしょうか、そういう話をされてるサイトが結構あります。それに関して違うだろうという誰かさんみたいに違うだろうみたいな感じなんですけど、違うかなっていうところを感じまして、まあ、何が違うかというと iPhone です。スマートフォンいる？というところから始まるんですね、私の意見が。どういうことかというと、 iPhone っておおよそ使い方どんな使い方されます？多くの方は電話をかける、最近ちょっとこれ少ないんですけど電話をかける、 LINE をする、スマホアプリで遊ぶ、メールチェック、ウェブブラウジング、写真を撮る、動画を撮る、スケジュール管理、さまざまな用途に使えます。ところが、私 iPhone7 Plus を使っていますが、今言ったことはもうこれで十分です。高速です。快適です。まあ、変なこと言うと、この一つ前の iPhone6 でもおそらく十分です、こう比較しなかったらね。で、先ほどちょっと言った使い方で MacBook Pro 以上の性能がいる？いらないよね。本格的な動画の編集、書き出しをするわけでもなければ、FPS ゲームでコールオブデューティーとかバトルフィールドみたいなガンガンイケイケ系のグラフィックのゲームをするわけでもない。なのに中に入ってるチップは複雑な作業、重たい作業ができる CPU と同等のものが入っちゃう。で、価格はドカンと釣り上げる。ちょっとね、ここに疑問を感じるんですよね。じゃあだったらもうちょっとこうコストのね、抑えた、性能の抑えたモデルがいいんじゃないかっていう話になると、これが Apple にはないんですよ。今回発売される iPhone8、8 Plus、iPhone10 全てプロセッサーは一緒です。なんかちょっとね、おかしいよねって思っちゃうんですよね。 Apple 好きだけどねそうは言っても好きなんですけど、ただそのプロセッサーがいいものを搭載してともかく高性能だよっていうのを歌って価格が上がってるっていう考え方はすごくずれてるんじゃないかなっていうのを感じたので、ちょっと今回動画で話してみました。この件に関しても感じ方はいろいろだとは思うんですけれども、皆様どう感じられますでしょうか。まあ iPhone はここしばらくね、かなりいい性能のプロセッサーを搭載して販売してますから、それは MacBook とかにも言えることですしね。 Apple は高いってイメージがあると、それは安いものを出さないからですね、妥協しないからというメーカー姿勢があるんですけれども、まあいろいろな方のちょっとご意見も伺いたいので、ぜひコメント欄の方利用してみてください。普段から、こういったようなちょっとストレートな意見も言うこともあるチャンネルですので、完全は個人的な意見ですけれども、こういうのが嫌いじゃないなっていう方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。